らですね。知ってんの？もう完全にインドですよこれ。インドなの？はい、マハラジャ、水戸黄門マハラジャに行くとかそうなんですかねこれね。水戸黄門まだ出てくる？出てこないですね。多分敵が全部インドっぽいんですよ。アドベンチャーや。うわーうわ、もうむちゃくちゃやな。綺麗ですね色合いが。なんやこう。あ、これ女ゲームなんちゃう？違いますよぜ、それこれ何があったら女ゲーム、こう多分男ゲームや思いますよ。男前出てくるしさ、色綺麗。ほら色目好きやん女ゲームって。角多いなこれ。インドですよ、確実にインドですね。いやサーベルタイガー。人食いトラってインドそんなに多いの？あ、名前がアリノになってるわ。あれだやっぱそこはね。じゃあアリノさんのあれなんだ。あ、ルドラのマントラ。この人誰なんですかね。カルバのマントラ。なんやマントラって。マントラってなんかすっごいええもんちゃいます？そうなの？あってそんなに損はせえへんみたいな。え、土地みたいなことか、なんか食料的なもんじゃいます？マントラって。あ、死んだで。これやっぱゲームオーバーの音楽ってどの音楽も初めて見たとしてもなんか寂しい感じが出るよな。寂しいですねやっぱりね。何やろうな。あ、知らんわこれ。楽しそうや。後半ですねこれ。うわ、鉄砲選べるやん。上撃てんのかなこれ。上撃てないんちゃいます？上撃たれへんタイプ。上撃てないタイプでしょこれ。見てたらほら、うわ当たってるわ。武器変えて、武器変えて。うわわ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 、うわむちゃくちゃやなこれ。あー綺麗。死んでもた。綺麗ですわこの辺になると。そうやな、はい。あ、もう90年来たよ。もうちょっとこの前みたいな感じですよね90年。もうあれですか、お笑い当たりました90年は。90年やってんのかな。あ、入った年。あー、じゃあもうその頃にもこれですよ。上海2も3もないんちゃうの。なんかあ、モード選べるってことか。段が増えてるとかですかね。削っても削っても出てくるみたいな。そうやろな。あ、でも上海好きって友達おれへんのかな。俺上海すげえやってたもん。あ、当たりました。うん、もうって思ってたもん。ああ、友達おらんかった。なんかすいません。いや、ええよ。上海やってた？はい、めっちゃやってました。あ、友達おった？いや、あんまりですね。多分うちの相方ぐらいしか知り合いませんでしたね。これでもすごいですね。うわーすごいな、ドームできてんねやもうね。やっぱ甲子園球場とかじゃないんですね。甲子園球場とかになってますよね。そうか、ね、ちょっと変えてたんや。小柄とかライウン、ライウン、野球全然せえへんから誰をパロってんのか分からへん。分からないですね。ギターう、特殊能力を使うことができる。わわわ、花火早っ、花火早っ。水みたいな。へえ、あー、でもこれ野球好きな人こんなんできたらすげえやんねやろ。いいでしょうね、監督目線ですね。そうだよな。あ、試合で上げてくんじゃなくて買ってあげれんねや。ファミスタ一人勝ちでしたからね。そうやな。あ、なんだこれ。え、何それ。どういうことや。親亀。あ、両方カセットなんですね。え、どうすんの。ゲームボーイみたいな。あ、何それ。おー、あーあー、何してんの。おー、どこでしょう。こ、画面はどこでしょう。いや、入れるとこ見てたよ。うわ、じゃあ分厚いねあれソフトが。ああ、
あれ要するにバージョンアップできるってことですよね。そうやな、すごいな、画期的やん。ずっとできるみたいなことでしょ、あれ入れてたらね。なあ、なんでこれ流行ってなかったんや。めんどくさかったのかな。まあもうファミコン自体がどんどん減っていくみたいなことじゃないですか。そうか、スーファミ出てんのか。90年ってことはもう、わわわ、ブラウザあるんですね。どこにでもあんねんな。お、何それ、どうなってんの。あら、あー、リセットなんや。裏技。あ、コントローラー持ちながらリセットできるってことか。あれ、なんか変わった。 OB オールスターだから、何 C リーグって何、チェリーグみたいなこと。C リーグってセリーグでいいんじゃないですか。あ、そうなの。チェリーグじゃないの。チェリーグではないです。チェリーグとペリーグですか。チェリーグとペリーグやな。うわ、嫌やわ、こういうフライの拾い方嫌やな。だってもうその間にガン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 行かれてるんでしょ、ランナー。うわ、入ったわ。今の野球なんか難しくなってるね。どうなってます、ゲームの野球全然やってない。なんか増えたら三つどもえになってんのやろ今。え、どういうことですか。ピッチャーとバッターだけじゃないですか。 え違うで、何やったっけな、なんか3位までに入ったら優勝争いができるみたいな。あ、実際の野球でしたっけ。そう、何やったっけあれ。何やったかな、何やったっけ、なんとかシステム。あ、クライマックスシステム、システム。クライマックスシステムや、そうや、それやね、あ、入ればいいんですよ、うん、だから今3位4位争いが一番盛り上がんねやろ。そうですね、やっぱりね、そのクライマックスシステムに入れるかどうか。そうやで、あれなんでピッチャーマウンドって盛り上がってんの。よう見えるようにじゃないですか。ああ、外野からでも、うん、この人ピッチャーですよって分かるようにってこと。か、あとなんかマウンドのあの、うわー、これちょっとソフトちゃんとさせてなかったんちゃう。右にちょっとジョボジョボジョボって出てるで。あ、ほんまですね。あ、変わってますね、もう野球から。何これ、ヘベレケ、ヘベレケさん、ヘベレケさん。何、ペンギン。これもうやっぱ女ゲームですか、これ。あ、これ女ゲームやな。あ、可愛いもん、キャラクターが。何やねん、どういう基準か分かんないですよ。もうキャラクターが可愛い、なんか二頭身みたいなのはもう女ゲームやね。ちょっとこびてるっていうことですか。そう、これが水戸黄門やと、うん、男ゲーム、ね、男ゲームですか、ギリ大丈夫ですか。うん、だファイナルファンタジーは男ゲームやけど、チョコボが主人公になったら女ゲームみたいなことじゃん。あ、どっちがいい悪いはないですよね。ないない。でも格段に表現力アップしてますよね。絵が綺麗になってるね。ね、かわいいな、ほら、かわいいですね。お化けっぽいのになんか歩いてるな。大根か、これ。うわ あ、気持ちいい。このジャンプ力いいですね。いいな、もう一回飛んでくれへんかな。あ、気持ちいいです。あらららら、あ、さっきのお化けこうへんかな。うわ、飲んだ、出した。うわ、なんか爆発するんじゃない。おー、やっぱそう。お前すごいな、お前のゲーム脳すごいな。こうであろうみたいなことで、うん、なんか出た。めっちゃおもろいっすやん、顔。ヘベレケ面白いな。ヘベレケめっちゃいいぞ、ほら。やられた。なんか入った。わあ、この顔、この顔、この顔。ニコちゃんだよみたいな顔な。ニヤリでやられるんですね。なあ、うわーっていうかわいそうなところを見せへんやろ。ニヤって。女ゲームですよ。なんでですの。玉を F2 に入れると。ほう。この裏技を DVD とはいえ教えてあげてやる人おんのかね。
いないでしょうね。ヘベレケの裏技入ってますって、あ、買うかってなるから、ね、あ、これ面白そう。あ、バトルフォーミュラーなんですか。バトルですね。危ない。高速スクロール、あ、これファミコンのソフトめっちゃ持ってる人が一番面白いゲームやってたんちゃうかなこれ。うん、あ、レースもできるし敵も撃てるしみたいな、うん、ミサイルの方向も変わって、あ、ようできてるってことですね。あ、一期生じゃなくて、うわ、危ない、これ絶対面白いですやん。うわー、もうジャッキーチェーンやんこんな。え、それまた何ジャッキーチェーンやりそうやん、あんな。まあやりそうですけど、うん、ジャッキーチェーンの映画みたいって言うてくれて。ああ、そうか、そうですよ。細かいな。当たり前じゃないですか、僕は後輩ですよ。平井みたいなやつがあの男やのに女ゲームやるタイプやな。ちょっとやめてくださいよ、僕だってめっちゃ男ゲームします。女の子の人気欲しいから、あ、俺それやってるでみたいな。そんなん言いませんね、ギミックって。これなんすかね、パズルっぽい感じですかね。ギミックは僕知らないんですね。え、平井じゃあ今までの結構知ってたゲームが多いの？まあまあ知ってるんですよ。知ってんねんったら教えて、それ。え、いろいろ聞きたいからさ。いや、知ってるやつありましたよ結構。もうその時間は返ってこないですけど。そうやな、はい、これ2周するわけにもいかんからな。そうですね、残念ながらまた来期となりますね。そうか、はい、で今やられているこのゲームですけども、うん、これは全く知らないです。あー、知らんねー、はい、あ、何これ、うわー、すぐ死んだ。バイキンかな。